おはようございます。速稼塾の久保です。先日はですね、私が西田昌司さん、自民党参議院議員の西田昌司さんを紹介しました。西田昌司さんはですね、まあ、財政をもっともっと出動していかないとというふうに言われている MMT の本当にね、まあ、選手といいますかね、自民党の中にいて自民党を変えようとしている本当に、素晴らしい方だなと私は思っています。で、この西田さんというのはね、やっぱ何度も申し上げますけども、麻生財務大臣や財務省にも公の場でですね、もうバカかと言ったりね、それから万死に値するんだとか言ったりね、どんどん切り込んでくれて、本当に自民党を今まさに変えてくださってるような方なんですよ。ただやっぱりね、少数派なんでね、孤軍奮闘と言いますか、まだまだ頑張らないといけないところが多いというふうによく言われています。でも YouTube 活動すごく盛んで、私たちに分かりやすいようにですね、麻生財務大臣の気持ちとか財務省の言い分とか、それから国全体のこととかをね、よくよく分かりやすく伝えてくださってます。まあ、竹中平蔵さんのチャンネルもありますけども、それを見るくらいだったら西田昌司さんのチャンネル見た方がいいかなと思いますし、ちょっとスパイス的にですね、高橋陽一チャンネルも見た方がいいんじゃないかなと思いますよね。私のおすすめするチャンネルはまあこんな感じですかね。もう本当に更新が楽しみでよく見てますね。あとはね、世相の鬱憤晴らしチャンネルっていうのもなかなか面白くってね、もうこれも楽しみにしてるんですよ。あとケバブトルコさんのね、なんですかね、国会のツッコミとかもね、これも楽しみでございます。ドイツから放送するみたいですね、その方はね。はい、ということで今回はですね、西田昌司さんの動画に対していただいたコメントを読んでいきたいと思いますんで、画面を切り替えさせてもらいます。いや本当にね、楽しい YouTuber さんいっぱいいますよね。はい、本当にね、西田昌司さんを紹介するときに、まあ西田昌司さんは顔が怖いんでね、皆さんのコメントも怖いなと思ってたんですけども、ものすごく好意的で安心してます。純子さん、西田先生はとても良い方です。私も随分前から国会で答弁聞いていました。ぜひ応援したいし楽しみです。一緒に応援しましょう。自民党では一番です。みんなで応援しましょう。そうですよね。はい、まこまこさん、ぜひ西田先生に総理になっていただきたいです。そう、総理大臣か財務大臣になってもらいたいですよね。おさむさん、西田さん、特別定額給付金給付すればいい、早い話、申請書お願いします。10万円は3回給付お願いします。生活保護も収入認定されれば嬉しいです。これもね、西田昌司さんにどんどんね、メールを送ってみてください。すごく喜ぶと思いますし、番組の中で取り上げてくれると思いますよ。まちこさん、どうもいつもありがとうございます。素晴らしい動画ありがとうございます。西田昌司様、すごさ知ることができました。あ、助かります。ほっとする心地よい動画をご隠居様ありがとうございました。チャンネル登録をしてくださったんですね。チャンネル登録して西田昌司さんがもっともっと、ね、発言力を増していけば、私たちの声も財務省なり自民党に届くようになると思いますんで、まあ、小さい抵抗かもしれませんけどね、こういうところから味方を作っていきましょう。はい、イエモンさん、特別定額給付金を支給しても計算したところでは将来世代の借金は増えないですよと。メディアの前で大嘘ついて恥ずかしいですね、あの方。はい、西田昌司さんはね、そのことをね、もう公に何ですか、麻生財務大臣とかね、安倍総理とかに言ってくださって、自民党の中にそういうね、勉強会を設けてくれるんですよ。もうね、税収とか関係ないからって、財政出動で成り立ってるからこの国はってことでね。だから三橋貴史さんともなんか話が合うんじゃないかなと思いますよね。藤田さん、自民党のトップの力が強すぎて、一部の良識議員がいても自民党に票を入れる気が起きません。それはありますね。先生の目から見て、衆議院解散後に票を入れても良いと思える野党はありますか？野党は令和新選組と N 国党ですね。財政についてのことは令和新選組が的を射てますしね。そしてその他の行動力はやっぱりダントツで立花孝志さんですね。この2つです。やっぱりね、 YouTube で育ってきた政党っていうのは、私はね、これからの時代だと思いますよ。 YouTube 一つ使えないような政党っていうのはもうね、本当にやってらんないと思います。もう話にならないです。はい、チョイマンさん、西田さん素晴らしいお方ですね。応援する人を増やすために自分でも後でチャンネル登録しておきます。頑張ってもらいたいですね、チョイマンさん。成田さん、麻生は財務省からマスゴミへのスキャンダルを流されたら困るから、財務省は稲荷なんでしょう。まあそういう方いますけどもね、麻生さんにスキャンダルなんかあんのかな。もういい年ですしね、もうなんかこの世の恥は書き捨てみたいなところがあるのかなと思いますけども、なんかね、それでも隠したい麻生さんのスキャンダルがあるんだったら逆に知りたいですね。ということでございます。はい、コメント皆さんありがとうございました。今日もね、皆さんと一緒にいろんなことを考えていけることを幸いに思います。それではこれからも西田昌司さんのことをよろしくお願いします。私もね、西田昌司さんの更新すごく楽しみにしております。